半導イルカ、半導イルカ、半導イルカ、ワクジラタマヒズメモクハクジラモクマイルカか半導イルカ、俗に属するイルカである。バンドウイルカ、バンドウイルカと呼ばれることが多い。最もよく知られたイルカの一つであり、熱帯温帯の陸近くの世界中の海に生息する。標準雨名とされる半導イルカは、北九州から能登方面で呼ばれていた名前である。半導とは、 中途半端という意味とされるが、大きさがクジラとイルカの中間で、中途半端なことから昔からハンドウイルカと呼ばれていた。歌舞伎用語のハンドウから来るという説もある。現在ではバンドウイルカという呼称が一般に広く使われており、論文でもこちらが多数派となっている。ブリタニカ国際大百科辞典、世界科学大辞典をはじめ辞典類でも、 バンドウイカとするものは多く、ヒソトアソシエーツの動物レファレンス辞典によれば、本種の記載がある16冊の辞典のうち、ハンドウイルカ表記とバンドウイルカ表記は、それぞれ8冊で同数となっている、新聞も主にバンドウイルカ表記を使用している。漢字表記では、バンドウイルカ。英名であるボトルノス、瓶のような鼻は伸びた、上下の顎の形に由来する。 ハンドウイルカは一見ほぼ全身灰色であるが、詳しく見ると、背びれの先端のあたりの濃い灰色から、覆面にかけての明るい灰色にまで変化し、腹部はほぼ白である。この灰色のため、水中を泳いでいる時には、上方向からも下方向からも見つけがたいようになっている。英名のボトルノスに表されるように、上下の糞が大きく突出しているが、本当の微光、ノーズは、 頭の上の噴気口である。口角が上がっているため、角度によっては顔つきが笑顔のように見える。生体の体長は2メートルから4メートル、体重は150キログラムから650キログラムと生息地によって差がある。平均的には、オスはメスよりも若干長く、体重はオスの方がかなり重くなる。比較的、 暖かい浅い海域に生息する群は、冷たい沿洋で暮らす群に比べて小さい傾向があり、北限に近いスコットランドのマレー湾における平均は4メートル弱であるのに対し、アメリカのフロリダでの平均は2.5メートル程度にとどまる。また、冷たい海域で暮らす群は、深くまで潜水するのに適すように、体及び血液中の脂肪の割合が比較的高くなっている。 尾びれと背びれは高密度の結合組織でできており、骨も筋肉もない。尾びれを上下に動かして泳ぐ。両脇についている一体の胸びれは方向を制御するのに用いる。胸びれには骨がある。これは陸上で生息する哺乳類の前足と相当である。半動イルカを含むクジラメの動物たちは約5000万年前。 陸上で生息する哺乳類から進化したと考えられている。2006年10月、和歌山県東室郡大寺町の沖合の熊野灘で腹びれのある半導イルカが見つかり、世間の注目を浴びた。これは、イルカなどクジラ類の祖先が5000万年から3500万年前に陸上生活していた残であり、突然変異で出現するのは1%未満の 貴重な事例と考えられている。ハンドウイルカは泳ぎの達人と称され、その遊泳力は高く、昔から人間の戦望の対象とされてきた。通常は時速 5km から時速 11km 程度の速度で泳ぐが、短時間ならば時速 45km 程度の速度で泳ぐこともできる。また時速 65km で航行する。 高速船と競ってさらに速く泳いだという目撃情報もあることから瞬間的には時速 70km 近いもスピードを出す個体もると考えられる最高速度では時速 82km に達する車地にかなわないものの相対的に体が小さく体重も軽いハンドイルカの方が制動力やジャンプ力に優れている呼吸は水面から頭部を露出して 頭庁にある噴気口で行う。通常は1分間あたり数回程度の呼吸を行うが、5分から8分程度の連続潜水を行うことも可能である。反動イルカの睡眠は非常に浅く、睡眠中は脳の半分は眠って、残り半分は覚醒し、それを交互に切り替えながら泳ぎ続けるという説が有力である。通常は、 ポットと呼ばれる最大十二頭程度からなる群を単位として行動する。このポットは社会的な基本構成単位であり、長期間継続的に持続される。母親いる形とその子供たちで構成されているというのが典型的なポットである。複数のポットが集まって、百頭かそれ以上の多数の群をなすこともある。オスは通常は単独、あるいは二から三頭で行動するが、 短期間だけポットに加わることもある。ハンドウイルカは人懐こく好奇心が旺盛な性格であることがよく知られている。潜水しているダイバーの周りにハンドウイルカが集まってくることは珍しくない。傷ついた仲間を助けようとする行動は知られているが、傷ついた人間のダイバーを助けようとして水面へ持ち上げようとすることもある。2004年11月。 ニュージーランドのワンガレー沖100メートルの地点で3メートルのホホジロザメが3名のライフガードに接近してきた際、危険を察知したハンドウイルカが集まり40分間サメの攻撃から守るかのように彼らを取り囲み、ライフガードたちは無事に海岸に戻ることができた例が報告されている。ただし、溺れていない人間を沖へ運ぼうとして危険な目に合わせたという事例もあるので、意図して、 人助けをしたとする解釈のほか、イルカの持つ習性に基づいた行動とする説もある。むやみに人間を攻撃することはないが、反動イルカには捕食者として非常に攻撃的な面もあり、繁殖期のオスは序列やメスをめぐって強さと大きさを誇示し、頭突きの応酬などで非常に激しく争う。また危害を加えようとしてくるサメと戦闘することも知られており、 大型でネイ毛なホホジロザメを単独で攻撃し、殺害したという記録も多く残る。ハンドウイルカのメスの寿命は40年程度である。オスはメスに比べると、ストレスも多く、メスよりも短命であり、30年以上生きることは稀で、ある。ハンドウイルカの主食は、小さい魚類であるが、イカなどの等足類や、カニなどの甲殻類も食べる。歯は鋭く尖っており、 餌となる生物を捕獲するには適しているが、咀嚼には適さない。餌となる魚類の群に出会った場合には、ハンドウイルカは団体で行動して捕食活動を行う。単体の場合には、海底近くの生物を捕食することも多い。尾びれを用いて魚を殴打して気絶させた後で、その魚を食べることもある。ハンドウイルカは餌を探すために反響定位、エコーロケーションを行う。 潜水艦のソナーや魚群探知機などと同様に音波を発生し、その反射音により物体の位置や距離の測定を行う。発生するクリック音はメロンと呼ばれる前頭部の器官によって屈折させられ、体に対して正面の方向に集中して発せられる。反動イルカの耳は目のすぐ後、尾びれ側にあり、外から見ると穴が開いているのだが、 音は外耳項ではなく、下顎を通して内耳に伝わり、音として認識される。探知している、対象物に近づくと反射音が大きくなるが、反動イルカは発生する音波の大きさを調整して対応する。一方、コウモリの反響定義やソナーの場合だと反響音が大きくなる状況では、受信側の感度を下げて調整している。目は頭部横の両側に位置している。 視力は非常に良い。眼球内部には輝きいた後期壁紙、タペタムと呼ばれる組織があり、暗い場所に適応した構造を有している。対照的に嗅覚は非常に劣っている。ハンドウイルカ同士は身体表現と音声によって互いにコミュニケーションを行っていると考えられている。生態は持たないが、噴気口近くにある6個の機能を用いて、 様々な音声を発している。個々のハンドイルカには自分自身を表現する名前、音があり、他の個体に対して自分自身を表現することが可能らしい。約30種類程度の識別可能な音を使って音声によるコミュニケーションを行っているようであるが、まだイルカ語として確認できてはいない。ただし一頭のイルカに教えたゲーム内容が別の、 個体に伝わることから言語に相当する伝達手段を持つことが確認されている。エコー音で状況を直接イメージするように進化した脳を持つイルカがわざわざ記号に変換して配列する体系の言語を採用する合理性は乏しく、そのようなイメージ中心で単語を補助的にしか用いない世界観に基づいたイルカ語はあったにしろ翻訳不可能であると言われている。 しかし、イルカ用の人工単語を覚えさせて、このフリスビーを尻尾で触った後でそれを飛び越えよ、程度の文章なら、理解できる能力を持つ。またこの実験により、イルカは、誰が、何を、どうしたの入った文章を理解したが、いつ、どのようにという文章は、理解できなかったことが報告されている。この結果により、イルカの脳が持つ、世界観の一端が伺われる。 イルカの知能に関する記事としては、サテイション・インテリジェンス、英文も参照のこと。1997年、西オーストラリアのシャーク湾において、ハンドウイルカの道具の使用が報告されている。ハンドウイルカが海面を加えて、砂地の海底で餌となる生物を探すのであるが、これは砂との摩擦による興奮の損傷を防ぐためであろうと考えられている。この動作は、 シャークワンでのみ見られる行動であり、ほぼメスのみが行う。イルカの道具の使用としては、このハンドイルカの行動が唯一知られているものである。さらなる研究によって、この動作は母イルカが娘イルカに教えるものであることも報告されている。オスの腹側には、前後に並んだ2本の細長いスリットがある。前方のスリットには、陰形が収納されており、他方、 後方のスリットは肛門である。メスのスリット、生殖口は一本であり、膣口と肛門が収納されている。オスが行う求愛行動は複雑であり、メスに寄り添って、ポーズを取り、叩いたり、さすったり、興奮をこすりつけたり、噛んだり、顎をパクパクさせたり、叫んだりする。長い前儀の後で交尾する。交尾の際には、メスは体を傾け、オスは、 メスの下あるいは横に潜り込むような体勢で腹部と腹部を合わせ、オスは収納していた陰形を露出させ、メスの膣口に挿入する。一回の交尾は10秒から30秒程度で終わるが、数分の間隔を置いて、多数回繰り返して行う。妊娠期間は12ヶ月である。出産は浅瀬で行い、時には助産婦。 メスに限らず、オスが行う場合もあるが補助することもある。通常は家族を産し、出産は微速から行うのが普通である。生まれた直後の子供の体長は1メートル程度である。哺乳類であるから、人間などと同じで、母イルカは乳腺から母乳を分泌し、その母乳で子育てを行う。腹足の中央にあるスリット、生殖口の左右には、 1> 各一本ずつのスリットがあり、各スリット内には、乳首が一つずつ、合計2個の乳首が収納されている。授乳期間は12ヶ月から18ヶ月である。子イルカは、最長6年間、母イルカと密接に一緒に過ごす。父イルカは、子育てにはあまり興味を示さない。メスは5歳から12歳程度で、生成熟するが、オスは、若干遅く10から12歳で、生成熟する。 野生の半導イルカの捕食者は、イタチザメとタブカ、オオメジロザメなどの大型のサメであるとされているが、コイルカが捕食されてしまう例を除いて、生態ではほとんど命を落とすような子はない。眠毛なホホジロザメでさえイルカの攻撃により深手を負わされ、ともすれば、サメといえども殺されてしまうことも多数ある。イルカは全身が筋肉の塊であり、 質量が大きく猛スピードで泳ぐことから自動車事故並みの衝突力を与えることもできる。また尖った興奮や歯も狂気となるため大型のサメもよほどのことがない限りは群れの生態には手出ししないようである。事実、米海軍の軍用イルカは一食いザメからのダイバー護衛を受け持つ場合、殺さない範囲で手加減して撃退することさえ可能である。これらからわかるように イメージとは違い、サメとイルカであれば、イルカの方が相当強力である。以前より多くの生物学者は、ハンドウイルカが複数の種から成り立っている可能性に気づいていた。近年の分子遺伝学の進歩によって様々な新たな知見が得られている。多くの研究者は、ハンドウイルカは以下の2種からなるという説に同意している。 ハンドウイルカの足と考えられることもあるものとしては、以下が挙げられる。古い資料ではハンドウイルカと南ハンドウイルカが区別されていないため、そういったデータは2つの種の構造上の差異を決定する観点からはあまり役に立たない。そのため、IUCN のレッドリストでは、情報不足に分類されている。最近の遺伝子解析によると、 南半導イルカよりもスジイルカ族に近いという報告もある。分類に関してはしばらくは流動的な状況が続きそうである。半導イルカは危険にさらされてはいない。現時点での生息数は十分多く、適応性も高いため、将来的にも生息数は安定していると考えられている。しかし一部の生息域においては環境破壊による脅威がある。例えば、 スコットランドのマレー湾における生息数は150頭ほどに減少しているが、さらに年間に約6%の個体が水質を抱くや食料の減少によって死亡している。アメリカの海域においては海洋哺乳類の狩猟や危害を与えることはほとんどの状況下で禁止されている。また、イルカの国際取引も厳しい制限下に置かれている。 日本を含む一部の地域では食料としてハンドウイルカを取ることがあり、また漁業に対する害獣としてハンドウイルカを駆除することもある。食料として見た場合、ハンドウイルカの体内に含まれる微量の水銀に注意する必要がある。厚生労働省はハンドウイルカを妊婦が接触量を注意すべき魚介類の一つとして挙げており、2005年11月2日の発表では、 1>, 1回に食べる量を約8 0グラムとした場合、半導イルカの接触は2ヶ月に1回までを目安としている。半導イルカを含む一部のイルカはしばしばキハダマグロと共に回遊する。イルカを探すことはキハダマグロを探すよりも数段用意であるため、漁師はイルカごとキハダマグロを取り、その際にイルカを絶命させてしまうことがある。このことがマグロ製品。 主にツナ缶のボイコットを引き起こし、イルカに害を与えない方法でマグロを取ったことを示す。ドルフィン政府、イルカ無害と書かれたラベルを付けたマグロ製品の登場につながった。ハンドウイルカ、および他のイルカは訓練されて、イルカショーを披露することがある。一部には、イルカたちは適切に扱われておらず、飼育用のプールは狭すぎると非難するものもある。一方では、 イルカは十分注意深く扱われ、人間と一緒に生活を楽しみかつ働いており、それほど問題はないという主張もある。2005年8月、アメリカ南東部を襲った大型ハリケーンカトリーナにより、8頭のハンドウイルカが水族館のプールから流されたが、水族館に近いミシシッピ州、ガルフポートの近海で身を寄せ合ってきているのが、救助隊によって見つけられた。 イルカとの触れ合いが重い障害を持つ子供の治療をセラピーイコールイルカセラピーとして行われることもあるアメリカとロシアの海軍では軍事利用目的として反動イルカが利用されている軍用イルカ主な任務は嫌いの探索や潜水中の敵の発見であるロシア海軍の計画は1990年代に中止されたがアメリカは 米海軍海洋哺乳類計画に基づいて、カリフォルニア州サンディエゴの基地で訓練及び研究を継続しており、イラク戦争などで実戦に投入させている。ブラジル南東部の海に面した町ラグーナ、ラグーナでは人間と半導イルカによる非常に興味深い共同作業が行われている。外目と湾をつなぐ幅百メートルの水路があり、その浅瀬に立つ漁師たちに向かって、 複数のハンドウイルカがボラの群れを追い立てると漁師たちは網で音を立てハンドウイルカに自分の居場所を知らせ一頭以上のハンドウイルカが海面でジャンプするとそれを合図として漁師は網を投げボラを捕まえるこの水路でハンドウイルカ自らが外目と同じようにボラを捕まえようとするとボラは浅瀬に逃げ込んでしまう漁師たちが並ぶ浅瀬に追い込むことで 網から逃れたボラを容易に捕食できることから、このような共同作業が可能となっている。ラグーナの記録によると、ハンドウイルカと人間のボラ量は1847年まで遡り、沿岸に住むおよそ50頭のうち、この共同作業ができるのはわずか20頭だけである。ハンドウイルカは最も身近なイルカの一つであり、様々なフィクションの作品で取り上げられることも多い。 テレビシリーズのワンパクフリッパー、現代フリッパーで活躍したのは、フロリダ州のフロリダキーズに住むハンドウイルカだった。テレビアニメ、起動新世紀、ガンダム X においても、イルカを題材とするエピソードが、数話し存在する。テレビシリーズの新スタートレック、現代スタートレック、ザネクストジェネレーションでは12名のハンドウイルカ、ターショップストランケイテスト、 ターショップストランケイテスギリーが USS エンタープライズなどのギャラクシー級宇宙艦において研究補助や運航に関する乗組員として活躍している。彼らの上司は2名の高屋クジラである。高屋クジラとは実在する、タクソン、分類群である、シャチ族に属する架空の亜種であり、架空の学名は、オーソンスオルカ高カイとされている。 これらのクジラ系乗組員に関する情報は、スタートレック、ザ・ネクスト・ジェネレーション・テクニカルマニュアル、新スタートレック技術マニュアルに記述されており、作品中の2つのエピソード、レリックスとザ・パーフェクト・メイツにおいては言及もあるのだが、実は画面に出てきたことはなく、幻の上院である。テレビシリーズのシークエスト、現代シークエスト DSV では、 シークエストの上院として、イルカのダーウィン会員が登場する。ジョナサン・ブランディスが演じるルーカス・ウォーレン・チャックの発明により、ダーウィンは人間の上院と会話することができる。ダーウィンは本物のハンドウイルカによって演じられたのではなく、アニマトロニクスと呼ばれる機械による演技だった。小説及びその映画化である、銀河ヒッチハイクガイド、現代ザヒッチハイカー。 S ガイド2ザギャラクシーとその続編であるソーロングサンクスフォー・オールザフィッシュでもハンドウイルカが踊らした。そこではハンドウイルカは予想以上に知的であり、地球が爆発する前に地球から脱出することが描かれている。1988年にガイナックスが制作した OVA トップを狙え、においてはハンドウイルカが宇宙戦艦、 エルトリウムの乗員として活躍している。デイビッド・ブリンによる SF 小説シリーズである地性化宇宙においては遺伝子改良が行われて地性を得たハンドウイルカがターショップス・アミカスと名付けられて人と同じく地球出身地性種族となり宇宙船の乗員として登場する。アン・マキャフリーによる SF 小説シリーズであるパーンの竜騎士においては 人間と会話ができるように遺伝子改良されたイルカが登場し、イルカ史たちと協力しながら様々な特殊能力を用いて活躍している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。